こんなこと初めてなんだけど、結構 YouTube 撮るときって誰かのこう配信とか誰かの YouTube をね無音で流しながら撮るみたいなことが結構日常的になっていて、ちょっとそれができないのってやばいんだけど、メンタル的に。ということで、ちょっと着くまで時間かかりそうなんで、早速動画をね、撮っていこうと思うんですけど、サムネとタイトルにもあるように、多分森大生しかないダストが、森大生なしさん向けのメイクをしたらどうなっていくのか、検証も含めメイクの方やっていこうと思います。いやーマジでどうなるのか全然わからん。昨今日本ですごく盛り上がっているメイクだと思っているんですよ。もしかしたら知らない人もいると思うんで、ちょっとだけ説明するんですけど、森大生なしっていう言葉がありまして、いや、ワイの動画見てる人はもしかしたら森大生ある人の方が多いんじゃないかなって思うんだけど、そこちょっと置いといて、森大生なしっていう言葉があります。パーツの特徴とメイクや色味の特徴っていうこの二つにね、分かれていて、それに当てはまる人は森大生がないよっていう意味らしいんですよ。で、それを紹介していくんですけど、パーツの特徴としては、まず一つ目、パーツは小さめから普通。で、二つ目、目力はない。目の主張が柔らかい。三つ目、視線がお顔全体に分散される。四つ目、眉毛はアーチ気味の方が定評がある。らしい。お、パソコンついたわ。やばい、パソコンついたよ、みんな。ちょっと一旦、ワイのね、心の支えとなっている、YouTube を YouTube を支えるじゃない。YouTube をつけようと思います。OK、こんな感じで、ちょっとつけときました。で、パーツの特徴なんだけど、この1個目のパーツは小さめから普通ってやつ、ワイ多分、鼻は普通ぐらい。どっちかというとちょっとちっちゃめなのかなって思うんですよ。で、口もちょっとちっちゃめ。うん。口はちっちゃいと思う。なんだけど、目がさ、みんなもう動画で言ってくれてる通り、ちょっと多分、おっきめなのね。で、この前、タトゥーの除去しに行ってるクリニックさんが美容外科なんで、ちょっとこの目の幅について相談したの。めちゃくちゃいい先生で、ほんと大好きで、もう何でも相談するんだけど、目の幅を測った時に、目の幅に比べて、この目と目の間がちっちゃいんですよ。だから目が大きく見えてるっていうのもあるって言われたんだけど、この目の幅に比べて目の間が広い方が多分目がちっちゃく見えたりとか、あと遠心側に見えたりとかね、するっていう意味だと思うんですけど、多分このパーツは小さめから普通ってやつの中では目はね、多分そっから外れてるんでしょ。だから森大生がある地雷メイクとかそういうのが似合うんだと思うんだけど、で、目力に関しては多分それもあって、どっちかというとある方なのかな、どうなんだろう、ちょっと自分ではあんまわからないです。でも目の主張が柔らかいわけではないなって思ってます。そして視線がお顔全体に分散されるっていうのも、多分どっちかというと目に視点が行くと思うの、Y の場合。そう、だからこれも当てはまらない。そして眉毛はアーチ気味の方が定評がある。 Y は普段からアーチ眉ではなくキリッとした平行眉毛してるので、しかも細い感じにしているから、これも当てはまらない。ということは、パーツの特徴には全く当てはまらないわけです。全くではないか。目が特に当てはまらない。で、かつ、この色味やメイクの特徴。それに関しては、黒のアイライン、黒のマスカラをすると毛ばくなる。うん。ブラウンで引き算をしている。もう、ワイはもう、なんならつけています。で、次、親しみやすいね。優しそうだね。清楚そうと言われる。清楚そうなんて言われたことない。このピンク髪なのもあると思うんだけど、言われたことないです。うん。
で、次。髪を下ろした瞬間、顔が髪の毛に負ける。これに関しては、やっぱりピンク髪だから負けるんですよ。でもこれは多分、黒髪とか、暗い髪の人に向けてのあれだと思うんで、ちょっとわからん。で、次。美容師さんにカラーリングを勧められる。これはね、なんかわかんなかったんだよね。どういう意味なんだろうか。カラーした方がいいよって言われるってこと？そもそもワインめちゃくちゃカラーしてるから言われることはないんだけど、ちょっとこれはよくわからん。次、ケイトのリップモンスターがないと困る。これさ、限定的すぎてめっちゃおもろかったんだよね。で、これ意味は粘膜リップに絶大な信頼を寄せるっていう意味だと書いてあったんだけど、ワイン粘膜リップは全然信頼を置いてない。粘膜リップに惹かれることがほとんどないので、これも当てはまりません。ということで、まあもうことごとく当てはまらないことが多いので、多分ワイはどっちかというと森耐性がある人だと思うんで、そんなワイが森耐性がない人のメイクをしたら、果たして似合うのかっていう、そういう動画となっております。ということで、逆にこの特徴がある人はこのメイクめっちゃ似合うってことだし、あとはね、最近さ、垢抜けたいかもしれないなって思う時がちょくちょくあるんですよ。っていうのも、今年で24歳になって、ちょっと地雷メイクでかつ24歳って、もしかしたらマッチしてないかもなって。思ってて。いや、でも、したいの。地雷メイク。なんだけど、ちょっとずつ準備もしていった方がいいかなとか、なんかね、もう、いろんなことを考えてて、ちょっと、こういうメイクもしていこうかなって。でも、好きなメイクは地雷メイクなの。これも本当にいろいろなことと葛藤しているんですけど、まあ、とりあえず、このメイク、やってみようということで、何かこう、メイクの概念が変わるかもしれないっていうのもある。それでは、早速やっていこうと思います。最後まで楽しんでいってくださーい。それでは、やっていくぞ！気合い入れてね。ゆっくりしていってね。そしたらまず肌を整えるところからやっていくので、下地から塗っていきます。これ下地に使っていくのは、キャンディードールから出た新作、ブライトピュアベース CC のフェアリーピンクってやつ。キャンディードールってチューブタイプが多いんだけど、今回はなんかこう、ポンプ式みたいなのが出たっぽくて、すごくお気に入りで使っています。あ、左右見せたかったんだけど、こっち拭くわね。薄めに伸ばしていきます。なんかやっぱ素肌感が大事みたいなんだよな。はい、こんな感じで半顔を塗ったんだけど、こっちの方が若干明るくなってるの分かる？そしてなんかこうくすみが飛んで、ちょっと肌がピンクっぽくなったと思うんですけど、このピンクっぽくなるのがめっちゃ大事。そしたらもう半分も塗っていきます。ファンデーション。ファンデーションは、やっぱ素肌感を出すと言ったら、ワイはこれしか思い浮かばなかったの。これ。ティルティルから出てるマスクフィットクリスタルメッシュクッション。色は 17C ポーセリン使うんですけど、これがマジで適面だと思っちゃったんだよな。もし違うって思ってる方いたらごめんなさい。でも、これのいいところが、濃さを調整できるところなんだよね。詳しく喋ってる動画は TikTok に上がってるんですけど、綺麗に肌をカバーしてくれるの。なんだけど、素肌感は残して、で、程よいツヤがあるっていう、マジで優秀でございます。こっちがビフォーで、こっちがアフター。ちゃんと素肌感残ってるよね。マジですごい。で、より強くカバーしたいところはちょっと多めに、ワイの場合ここの頬の一番高いところと、あとここがね、なんかくすんでんだよね。そのせいでこけて見えるからちょっと多めに塗ります。 OK、 待って、 OK じゃないわ、こっちも塗ります。なんか最近より強く思うことがあってさ、やっぱり短い動画ってめちゃくちゃいいなって思うこと多いんだよな。どう？みんな。長い動画もめっちゃ好き。なんだけど、短い動画って何回も繰り返し見れるっていう、そういう素敵なところもあると思ってて、やっぱり好きな YouTuber さんの動画って同じ動画何回も何回も繰り返し見ちゃうの。マータソちゃんとかの動画がもうまさにそうなんだけど、もちろん応援したいっていう気持ちで何回も見るのもそうなのかもしれないけど、ほとんどの理由がつけてたら勝手に関連で何回も流れるっていう、そういうのでもう自然と何回も見ちゃうっていうのがあるんですけど、短い動画量産していきたいなっていう気持ちが最近強くあります。なのでこの動画何分になってるかわからないけど、なるべく短めで頑張りたい。次、コンシーラー。コンシーラー最近これ使ってます。ビビアから出てるコンシーラー、色17番なんですけど、これスパチュラになってて、ワンチャン
これだけをこうやってスパチュラみたいになってるからファンデーション代わりにするのも良かったかも。今回は普通にコンシーラーとして塗ります。これねポイントがあってここにも塗ります。鼻をね高くするために塗るんですよ。存在感はもちろんなくしつつでも高さは出したいということで、このコンシーラーの塗り方気になった？最近これめっちゃハマってます。ほっぺのところがこれをやるとぷくって見えるんだよね。ぷけて見えないっていうので塗り入れ方はすごくハマっています。明るめのコンシーラーがおすすめ。口角のところにも塗れるから、ね、よし。ほんでパウダーを塗っていく。これパウダー最近めちゃくちゃハマってて、これユイジークから出てるコレクティングフィニッシュパウダーで、ワイ普段こっち使ってて02番のミルキーライトで、今回使っていくのはこっち01番のコットンライトって方。このパウダーなんかめちゃくちゃ良くて皮脂をめちゃくちゃ抑えてくれるの。だから夏超いいなって思って、これをね半分だけ塗っていくね。はい、おでこだけに今塗ったんだけど、こっちがビフォーでこっちがアフター。ツヤというツヤを全て消し去ってくれる。やっぱ油分とかが敵ですから、その油分を全てこれで押さえつけてくれるっていう素晴らしい商品となっております。もうこれと出会った時にね、あ、一軍だわってなった。これ固形になってるから、ワイはねシーンで買ったパフを使ってこんな感じでグリ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 って取って、でなじませるなりなんなりしてもらってこんな感じで塗っています。いやマジでね素晴らしいんだよ。鼻とか塗ってみるね。よいしょ、ほらやばくないこれ。あのね、毛穴とかも隠してくれるからめっちゃいいんだよな。でもちょっと顔の下半身は後からやりたいので一旦この辺で。そしたらこんな感じでもう次超超大事になってくるアイメイクやっていこうと思います。使っていくアイシャドウがこちら。もうこれもねめっちゃいいんですよ。クリオから出てるプロアイパレットエアーかな。色が11番のショッピングチーズっていうやつで、ワイ普段はこっち使ってます。こっちはね付属のシールでこんな感じでデコってるんだけど、色が12番のクリスタルパオみたいな名前のやつ。もうねめっちゃいい。これ粉質が神で、こっちもねめちゃくちゃ色可愛くて、でかつ今回見たねアイメイクだとこの色結構合いそうなんですよ。コーラルピンク系のやつがいいなということでこれ使っていきます。でもね単色のアイシャドウでもいいと思う。で今回のアイメイクちょっとこだわりたくてね、線から描いていきたいんだよね。ということでアイラインから描いていきます。このねちょっと濃い色を削って、まず目尻から。目尻は目のラインに沿って入れていきます。延長させる感じ、こんな感じで。長さはねぶっちゃけどんぐらい入れてもいいと思う。そしたら次に涙袋。涙袋が結構特徴あるなと思ってて、一旦どこまで涙袋が欲しいか決めるのね。こんな感じで、でこうやって決めたら目頭にもうギュッて入り込むような形でこうやって目頭に向かって入れていきます。であとは余ったのでちょっとぼかすぐらい。目尻まではがっつり入れません。こんな感じで説明してるけど、ワイこれ初めてやるメイクなんだよな。普通に普段からやってますよみたいなテンションでやってるけど、これ初めてやるメイクです。オッケーオッケー、こんな感じで。そしたら色をねつけていきます。多分このやり方の方が合ってる気がする、やりやすい気がします。オッケー、そしたらどの色使っていこうかな。とりあえずベースカラー塗っていこうかな。ここの色を塗っていきます。なんか肌に馴染む色だったら何でも良さそう。で、これを上まぶたにはちょっと薄めにふわっとのせるぐらい。比べてもらうと、ほんと若干色入ったぐらい。で、下まぶたにがっつり塗ります。これがね、結構ポイント。そしたら次に、もうこれ塗らなくてもワンチャンいいと思うんだけど、まあ、このアイシャドウで言うと、ここかここの色をね、塗っていきます。ちょっとラメが入ってた方が可愛いから、ワイはラメの方を塗ろうかな。で、これは目尻に。はい。目尻にだけ塗りました。で、筆を持ち替えて、同じ色を目尻に。はい。そしたら涙袋をちょっとぼかすようにさっきの色をのせます。すごーい、これ漏れるでしょ絶対。めっちゃいいもん。でちょっと涙袋がね大きすぎちゃった感じがするので、コンシーラーでちょっと薄くしていきます。ちょっと黒クマ隠すの忘れちゃったから、この上からこする感じじゃなくて上にポン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 ってのせる感じね。でこれこすると一巻の終わりなんで、うん、こんな感じ。めっちゃ良くない？すごーい、何これ。
めっちゃすごい。そしたらブラウン系のジェルライナーでアイラインをなぞっていきます。今回はキャンメイクのクリーミータッチライナー02番で、引いたらすぐにぼかす。アイラインをちょっとぼかす感じでこう上にも乗せてあげます。多分このメイクは二重幅が狭い方が盛れる。ほら絶対狭い方が盛れる。がっつり狭くしちゃおう。すごい、こっちの方が絶対盛れるもん。オッケーオッケー。こんな感じで、まあ、多少ラメ入れてもいいみたいだけど、ワイは入れなくてもいいかなって思うくらい。やっぱナチュラルに仕上げたいんだったらラメとかってギラつく原因になるのでいらないかなって思います。そしたらまつげ、まつげ上げるのもうめちゃくちゃ久々なんやが、上げられるかな。で、アイメイクに関してはまつげと涙袋で盛る感じですね。なのでこう慎重にまつげを上げていく。扇状になるように上げられるといいかも。まつげって外側に生えてることが多いと思うので内側にこうやって。で、マスカラは結構しっかり黒い色を塗ってる人もいれば茶色い色を塗ってる人もいる。で、場合はね、もうこういうメイクの時絶対これ使うっていうのがあって、キャンメイクから出てるメタルックマスカラの01番。これまだ売ってるかな。これを目頭から塗ってすぐに束にします。わあ、これあれだな、ホットビューラーとかがあったら最高だな。あるかな。挟むタイプのホットビューラーはあるんだけど、いい感じのやつがあった。絶対これ系のメイク、ホットビューラーがあった方がいいと思う。めっちゃまつげいい感じに出来上がっちゃった。で、下まつげにはね特に何も塗ってないっぽいんだよね。なのでこのまま行こうと思います。いや、なんか綺麗に出来すぎて、え、しかもちゃんと盛れてるんだよな。盛り耐性がない人がめちゃくちゃ盛れるメイクなんだろうな、きっと。これやばいよね。ちょっと眉毛もさ、こっちだけ完成させようかなと思ってちょっとやっていきますね。そしたらより半顔がわかりやすそう。で、眉毛も結構柔らかい色で描いてるんですよ。なのでこのアイシャドウちょっとそのまま一旦使ってみようかな。やばい、眉毛めっちゃ苦手だから一回ちょっと下書きがてら薄い色で描いてみる。アーチ眉毛だよね。アーチ眉毛ってめっちゃ難しいんだよね。もうこの時点でアーチじゃないもん。めっちゃむずいんだよな。上のラインでアーチにしていくイメージですね。お、ちょっと見えてきたかな。で、ちょっとケイトのアイブロウも使います。色は EX7 番。真ん中から外にぼかす。毛並みも軽く、本当に若干、はい、どうだろう。なんかこのメイクね、眉尻を濃くするみたいなのがあんまりなくて全体的に薄いんだよね。でも気持ちちょっと色乗せとくけど、こんな感じが一番ベストかなと思ってやりました。そしたらビフォーアフター、こっちがビフォーでこっちがアフター。どう、めっちゃこっち漏れてるわ。いいね、すごい。そしたらこっちの目もやってこようと思います。めっちゃ楽しみ。さあ、果たしてどんな感じでできたかと言いますと、どう、ちゃんと漏れてしまっているんですけれども、え、なんかめっちゃ良くない？おいさ、これ似合うってことは実は漏れ耐性ないのかな。漏れ耐性じゃねえや、盛り耐性だ。アイメイクめっちゃいい感じ。で、多分眉毛なんだけど、わい話してるときこっちの眉毛が上がっちゃう癖があるから、普通の顔してる分には大丈夫なんだけど、もしかしたらメイク途中気になる人がいるかもしれませんが、ご了承ください。決め顔をすればね、多分大丈夫。ということで、次はね、輪郭の部分に行くんだが、主に大事なのは、マジで鼻筋だね。鼻筋これ、わい見た感じね、ちゃんとノーズシャドウ入れてるんだよね。日本で流行ってるノーズシャドウって、鼻根と鼻先に入れるだけのノーズシャドウなんだけど、やっぱり韓国とかのメイクって、鼻筋しっかり入れるんだよ。なんでそこ意識してもらえるといいかなと思います。で、使うのはアイシャドウのこの茶色い部分。鼻筋なんだけど、ちょっと画像見ながら頑張るね。ちょっと筆を潰す感じで持って、下から上に、こんな感じで線を入れます。ちょっと濃くてびっくりすると思うんだけど、ぼかすので、一旦これでやってみて。反対側も。
大丈夫。ワイも大丈夫かなって思ってるから。で、鼻の中心部分は細くなるように。で、これをちょっとぼかしていく。韓国メイクはね、マジでやってて何回も思うけど、鼻筋しか大事じゃない。あ、そうそうそう。鼻筋がめっちゃ大事。これを薄くしていくことが大事なので、一旦まあ分かりづらいと思うから、ここぐらいまで濃くしても大丈夫だと思う。大事なのは、今からのこの薄くしていく作業が大事です。取り出したるこの筆。まあフェイスパウダーでも何でもいいです。場合はジュディドールのこの明るい色を使うけど。で、何もついてない筆っていうのが重要。これでぼかします。で、最終調整で、鼻根と鼻先にちょっと足します。このね、ちょっと横を向いた時にしっかり鼻筋が出るのがめちゃくちゃ大事。そしたらシェーディングもちょっとナチュラルめに。OK。そしたらチーク。チークねー。めっちゃ迷います。迷うから、こう迷った時は、アイシャドウで行くのがマジでいいので、アイシャドウで行きます。で、チークなんだけど、結構広範囲に、ふわっとじゅわっと入れていく感じ。結構広範囲。一番濃いのが、ここあたりなんだよな。笑って盛り上がるところを全部入れるぐらいがいいかも。で、画像みたいにしたいんだったら、ちょっと最後に色を足す感じでやっていくといいかな。で、顎。鼻は若干入ってた方が統一感出るかな。で、ハイライトは鼻だけ塗ります。はい、クリオのグラス&ハイライター01番。鼻先とちょっと鼻根あたり。本当にちょっとだけ。意外とツヤがないんだよね。ツヤない方がいいかも、このメイク。この後唇もプルプルにするんで、あんまりツヤツヤすぎると顔が発光しちゃうから、ない方がいいかもな。あるとしてもナチュラルな感じがいいかな。そしたら、一番難しいリップ。これはね、ここが一番苦戦すると思ってる。だからめっちゃ怖い。まずね、唇の色を消します。フロレットのドロリップ03番を使います。こんな感じの。元の唇の色をごまかす。塗ったらぼかす。下唇は結構ぽってり、オーバーリップ。上唇もオーバーリップにするんですけど、このね、両端オーバーリップにしてあげるといいかも。韓国っぽい。中国はね、逆にこの両サイド削るから、これ結構ポイント。で、ちょっと口角。キュッて上がってる感じの口角描きます。ほんで、内側に粘膜リップを塗ると、粘膜リップといえば、これでしょう。ロム&から出てるジューシーラスティングティントの25番。これがガチで粘膜リップ。これ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 。これで唇に色を足していくと。なんかやっぱ世の中って M 字リップが本当に多くて、この薄い色で M 字リップ作れるかどうかわからないんだけど、一旦やってみる。こんな感じで置きまして。なんかできた臭いんだけど。できたな、これ。なかなか悪くないし。そしたらグロス。下唇にだけグロス。はい。で、上唇には、多分ハイライトなんですよ、これ。そしたら最後、パウダーをして、終わり。そしたら最後、微調整。主に色味を足すっていうのを重要視した方が、画像っぽくなっていいかなと思います。で、チークだけ足すと変なんで、アイシャドウもしっかり足す。慣れてないメイクってやっぱり最初ビビるから、ちょっと薄くなりがちなんだよね。薄いと逆に目立ったりとか、薄すぎて浮くみたいなのってあるんで、線っぽくなりやすいから、しっかりとここは色をつけてあげた方がいいかなって思います。はい、こんな感じでメイク完成したんで、あとはホワイトコンク塗って、ウィッグかぶってって準備してこようと思います。それでは、少々お待ちください。